どうも、人生をよく生きるの大輔です。今回もですね、コーヒーブレイク的なお話をしようかなと。以前、英語学習に関するお話として、Unext、動画配信サービス Unext に、私は加入しているんですけれども、 Unext でも、英語学習に使えるかもよという話をしました。動画配信サービスいくつかありますけれども、その中でコンテンツのすべてが英語字幕非対応であるということが、英語学習者の方々にとっては Unext はなしかなと、やっぱり Netflix かなという傾向にあるんではないかなというところの中で、いやいや、どうしてコンテンツが英語字幕で視聴できますよと、そのための裏技的なお話をしましたが、その延長線という感じですね。映画だったり海外ドラマを教材として英語学習をされる方々にとっては、コンテンツが英語字幕対応であるという機能の他に、もっと必要な機能がありますよね。もっともですね、Netflix ユーザーの場合は、英語学習をするに今十分すぎる機能が充実をしました。Language Reactor という Google Chrome の拡張機能があるようですね。ただしかし、私のように Unext ユーザーは Language Reactor というのは Unext 上で使えないのでね、なので、他の手段を考えるしかないです。映画だったり海外ドラマを教材として英語学習をしようという方々にとって、コンテンツに英語字幕を表示させるという機能の他に、やっぱり音声のスピードを自在に変えられるという機能は、必要というかマストですよね。はい。自分には到底、早すぎる、ネイティブの会話のスピードを、少々スピードダウンさせて、聞いたりだとか、逆にあえて、過負荷を与えるために、音声スピードをちょっとアップさせて聞いたりだとか、いうことをするためには、やっぱりコンテンツの音声スピードを自在に変えられる機能があった方がいいということだと思いますね。さらに加えるとしたら、フレーズだったり単語の先頭を、ピン止めをしてですね、でそのピン止めの箇所に何度も戻って、そこから繰り返し、フレーズだったり単語を聞き取れるまで聞きまくれるという、そんな風な機能があるとね、非常にいいですよね。はい。そんな機能を可能にする Google Chrome の拡張機能というのは当然にあるようなんですね。その名もですね、ビデオスピードコントローラーという Google Chrome の拡張機能があるようなんですね。知る人ぞ知る、使われている方多いかと思いますね。映像のプレイスピードというのを、アップさせたりダウンさせたり、10秒戻ったり10秒進んだりっていうのを、キーボード操作一つで、可能にするということですね。さらに、追加したい機能というのを、ボタンに割り当てることができるようで、先ほど申し上げました、繰り返し聞きたい箇所の先頭を、ピン止めをして、でその場所に戻って、で繰り返し聞くこともできるということもできるそうなんですね。でこれはいいと私も思いましてね、当然に。で試してみたんです。で試したというのは、前回お話をしました英語字幕をつける Google Chrome の拡張機能であります、ちょっと今読み方が分かんないですけれどもね、サブスティタルと書いて何と読むんでしょうか。はい。その拡張機能で英語字幕を表示させつつ、この動画の再生速度を自由に変更できる Google Chrome の拡張機能であるビデオスピードコントローラーというものを、同時に
機能させてみたんですね。まあ両方、まあ、インストールをして有効にして、で最初の方は、まあ、なぜかうまい具合に両者が共存をしてくれて、いい具合に、まあ、英語字幕は表示しつつ動画のスピードもアップさせたりダウンさせたりできたんですよ。はい。ただこれがですね、数回やってるうちに、まあ、そんなにもう数分ぐらいしか経ってないですかね、まあ、両者の拡張機能がどうしてもその動画の再生に影響を与えてますからね。でその与えてるもの同士が競合しちゃうんですかね。あの私の場合はですね、その英語字幕を表示させるサブスティタルの方がですね、全く機能しなくなりましてね、もうちょっとあのビビっちゃうぐらいあの変な挙動が起こりまして、でその負の影響をしている、まあ、干渉していると思われる、まあ、ビデオスピードコントローラー、こちらを、まあ、アンインストールしても解消されませんし、まあ、英語字幕表示のサブスティタルですね、こちらをアンインストールをして再インストールしても解消されないんです。で、まあ、PC のキャッシュを削除したりだとか PC の再起動してももう治んなくて、やっちまったなって思うぐらいちょっと焦ってですね、どうしようかなと思って、まあ、システムの復元ってありますね、 PC を、まあ、数日前の、まあ、状態に戻すということですね、まあ、それをしてなんとか現状回復できたということがありまして、ちょっとですね冷や汗もんな経験をしました。なので、私はこの Unext ユーザーとして、まあ、英語字幕を表示させて、動画を見るということは、まあ、自己責任でこのサブスティタルという Google Chrome の拡張機能を使って、まあ、映画や海外ドラマを見ようと思っていますけれども、このスピードを変えるでピン止めをして戻って繰り返し聞くとかいうことに関してはちょっと諦めました。ちょっとねもう怖くて、あのビデオスピードコントローラーに今限らず、まあ、他の英語字幕を表示させるサブスティタルとおそらく競合してしまうであろう拡張機能はちょっと入れるのが怖いので諦めました。はい。なので今回ご紹介をしましたけれども、まあ、前回の、まあ、Unext で映画海外ドラマを、まあ、英語字幕で見る裏技をご紹介をした際にも、まあ、お伝えをしましたけれども、まあ、ご紹介をした各拡張機能ですね、 Google の拡張機能を、まあ、ご利用の際はあのそれらの性質を十分ご理解した上で、あくまで自己責任で、はい、自己責任で利用するか否かの判断を下してください。ご紹介をしていてなんなんですけれども何卒お願いをいたします。はい。ということで、今日はですねコーヒーブレイク的なお話として、 Unext ユーザーでも英語字幕付きで海外ドラマだったり映画は見れますよ、音声スピードも変えられるかもよ、だけど注意してくださいね、私は諦めましたという話をしました。はい。ということで、現場から以上です。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。